なんかハロウィン風もう終わっちゃったけど、ハロウィンは600円で撮ってくれました、お友達が。そうなの、ちょっと見せられないから髪、ちょっと結構上半身配信って感じ。髪の毛ポニーにしようかなって思ったけど、ギリいけるかなみたいな思って。ブエポーブエポー、ブーちゃんが飛びかかってた、これに対して飛びかかってて嘘やんって思ったかわいすぎない？マジかわいくない？かわいい。でもこれはちょっとあの兵庫にあの後で送ります。後でっていうか段ボールに一旦段ボールに入れてもらって送りたいと思います。名古屋に送ります。そう、前髪伸びたかも、結構伸ばしてる、伸びた方がいいかな、ちょっと髪の毛が危ういですね。嬉しい、ちょっと伸ばします。どう、わからない？うん、OK。 まあ巻き髪はね、昇格してからのお楽しみということでワンピースなのこの服、スカート履いてるけどうん、跳ねてるよ。ちょっと見て、ここケープかけすぎてさ、普通になんかちょっと髪の毛薄くなってるそう、持ち帰りできなくて、これね、ベッポこの人だから、この子はちょっとまたね、うん、ギジョコはこっそり来ます。嘘、楽しみ、全然こっそりじゃなくて堂々と来てね。ちょっとね、持って帰れなくて、持って帰れないんですよこの子、ちょっとでかすぎるからミシの、え、可愛くない？え、可愛いやん、ベポ、え、可愛いやん、ちょっとちょっと見て、可愛くないですか、可愛いやんか、ほらバリちゃんが食い気味、バリにゃん。アイライン今日短めでもないか、にゃん、にゃんちゅう、おいで、お座りしてる、あーかわいいよ、ちょっとここまで来るか、ちょっとあんまり画面下に、あー見えへんわ、髪の毛くぐらな髪染めたいな。にゃんにゃん、かわいいね、にゃんにゃん、かわいいな、よごし、よーよー。たまにさ、バリちゃんはあの噛むんですよ、人のこと、人のこと噛む人で、この猫、猫さん、金髪かな、とりあえず脱色、
抜けるとこまで抜きたいですね。優しいんだよ、優しいんですよ、優しい。いや、ガチ髪してくる、なんかそこじゃねえみたいな、撫でるところそこじゃねえかみたいな。お腹とかこう首を撫でるんですけど、この首のままお腹にヒュッて下の手にやったら、噛まれる、そこじゃねえみたいな、お腹は触るんじゃないって感じで。黄色嫌やな、ちょっとガチガミされるな。枕の場所にならないで、あかんわ、もうベポだぞベポ。あーやめて、ちょっと体勢やばいやばい。髪の毛を巻いたんですけど、髪の毛切ってめちゃくちゃ巻きやすかった。短いし、今までピンクと水色とミルクティーかな、前頭はピンクですね。そう、お腹わかんねんな、バリニャン。たまにね、噛むんだよね、君。ね。あと、引っかいてきます。引っかいてくる。ベポ。ベポにゃーん。こういう時にマジで巻いちゃうの。それな、ちょっと夏休み感思い出すよな、学生の頃の。だってさ、なんかあかんことしてる気分になってたもん、今日髪巻きながら。あかんことしてるかなって感じの気分になりましたね。はい、結構そう、ローの仲間、お仲間さん、600円えぐくない？うん、バリちゃん噛みますね。大ぶりに取った。レナ、ちょっとクレーンゲームがめちゃくちゃ下手くそな人で、だから自分では取れないんですけど、取ってもらいました。最近に関連しまった出来事ないです。髪の毛くぐった方がいいかな、これ。見えてる？ストレートに見えるかな、大丈夫か。ちょっとダメなことをしてる気分になりました。マジ大学はメイクせず、もう髪もボッサボサで、でもなんかかきれなは髪ボサボサにならないんですよ。毎月美容院、あ、ごめん、噛まないで。毎月美容院に行ってるから、なんか寝起きで外出てもマジで髪の毛めっちゃ綺麗で、これは私のね、せいじゃな、私のあれじゃなくて、マジストレートアイロンとかもかけてないし、だから前髪だけ乾かしてメイクもせずに学校って感じかな。そう、マジでゲームできない。あとね、なんか釣りのゲームしたんですけど、ちょっとやめて。釣りのゲームあるやん。釣りのゲームしたんですけど、マジで下手くそすぎて、なんかちっちゃい魚1匹だけ釣れた。一生懸命回したのにちっちゃい魚1匹だけ釣れた。ないよ。いや、結構ねチェックあるんですよ。厳しいです。もう結構顔の上半身って感じじゃない？今
マジトーク会の時とかもストレートアイロンかけてない時とかある。ポニーテールとかかけてない。ツインテールとかアイロンかけてないですね。そう、コインゲーム、キメキメで大学行ってるのかな。そうなの。そんなんやってたらちょっと体力持ちませんね。釣り釣られる魚ぐらいも、もうマジ頑張って釣った、ね、なんかあの魚のさ、あのコインゲームのやつあるやんか。あれってなんかなんかあの魚をどんどん釣っていったらなんかターンが来るねんな。なんか巨大魚しか出えへんターンみたいな、わかるかな。なんかなんかあの大きい魚しかこうへんやつがあんねん。普段はなんか金色とちっちゃい影の魚みたいな、でなんか金色とかいっぱい取っとったらなんか大きい魚のコーナーが来るんですけど、たまに。でなんかあの私の親友のマリンちゃんがあのめちゃくちゃ大きい魚なんかジンベエザメみたいなやつを捕まえて、でなんかあのめっちゃなんかもうほんまにあの恐竜みたいな魚しかこうへん、あの何ゾーンに入ったんですよ。やめて、危ないって、引っかかないで、危ないですよ。でそのねコーナーに入って結構なんか 2,3 分ぐらいなんか、あ今日唇さマットのやつやね、今だけリップ下に忘れたと思って部屋にあるやつ塗りました。でなんかめっちゃでっかい魚釣ってマリンが、であのでなんかその深海魚、つよつよ深海魚みたいなしか出てこへんゾーンに行ったらなんかあの女の子、ちっちゃい女の子2人組がなんかこれやろうみたいな感じで来て、なんかコインを大量に入れてて、でもなんかレナ的になんかあのやばーみたいな、何このゾーンみたいな、で3人でやってたんですよ最初、私たち3人でね。で3人でやばいこのゾーン来たみたいな言ってたら、そう女の子2人も来て、えおいでおいでみたいな、もう今チャンス、今チャンス、みんなでやろうみたいな感じで、その女の子たちもなんかメダルいっぱいジャラジャラジャラみたいな入れて、あの一緒になんか5人ぐらいであの頑張ったんですけど、よく考えたらなんかあの普通に絶対釣れへんやんその女の子たち、その女の子2人がめっちゃかわいそうで、よく思ったら。だってさ、なんかえよしこの釣りのゲームやろうと思ってさ、あの初プレイがさめっちゃなんか巨大魚しかおらへんさレベル100みたいなさコーナーやらされて、でなんかあのめっちゃ全然笑ってなかった、顔がちょっとかわいそうでした。マジ笑ったちょやろうやろうみたいな、今チャンスみたいな、レナが言って、今チャンスやでみたいな、一緒にやろうみたいな言ったんですけど、全然チャンスじゃない、ちっちゃい子からしたら全然。けど私たちはもうめちゃくちゃ暴れて、もう腕痛いぐらい、うわやりましたね。けどなんかその2人は、なんか女の子2人はもう全然全然釣れないし楽しくないんだけどみたいな顔してて、マジごめん、そらそうやんって思った。なんか一瞬ね、なんかチャンスやんと思ったね、なんか一緒に倒そうみたいな、一緒に倒そうと思ってチャンスやんって思ったんですけど、全然ダメだった。誘うべきじゃないところで誘っちゃってさ、普通にえマジ釣り面白いよな、これめっちゃ好きでな、釣り、金魚とか好きですね全然笑ってなかった、全くもうクスッとも笑ってなくてはい、魚釣りました。マジゲーム下手くそでさ、なんかマリオカートしようみたいな言ったんですけど、ほんまに下手やからできないってなって釣りした。で釣りも下手釣りも下手でした。結構しよーリコピンそう急にね、いきなり来てマジおもろかった。見て唇さ、めちゃくちゃ顔向けててめっちゃ痛いねんな。341日
楽しかった今日も。楽しかったです。ご飯も食べて楽しかったです。探しました。そう、あの真相がまだよく分かってないねんな。よく分かってない真相が、よく分かってない。今日薬飲んでるからさ、めっちゃ眠なる。今日っていうか昨日も飲んでたけど、目かゆいし。お、いいね、釣り。釣りいいですよね。でも友達マジでマリンとその幼馴染の子しかいないです。マジでだってこっち帰ってきて一回マリンと会って、で今日もマリンと会って、でもう一人の子はあのマリンと会う違う日に一回会って、で今日その3人で会ったから、その子かける2、マリンかける2で、もうなんかこっち会って2人の人と2回ぐらい会ってるみたいな。普通にマジで笑える。友達おらなさすぎて、友達おらんくてマジで笑えますね。これは普通に。ちょっと髪の毛がボサボサになってきた。3340日、頑張るな。頑張るわ。いや睡眠不足。あ、確かに眠い。普通に眠いか。薬飲んでも眠いけど、いや明日は合わないかな。友達が限しかない。え、淡いからしたら友達かきれないけど、かきれなからしたらちょっと違うかもしれん。マリンちゃんどんな子？ギャル。でも高校生だからまだ髪型とかは別にあれですね。今日はお団子してた。でもなんかあの友達じゃないんですよ、もう後輩。中学の時の部活の後輩やから、なんか舐められて親友になったみたいな。だからあのちょっとね、実は後輩っていう。え、友達マジおらん。なんか未読してる。帰ってきたら言ってっていう LINE とかを未読しちゃってる。なんかでもなんか帰ってきてるっていうのはバレてるから、未読されてんなって思ってると思う。けど普通になんか未読したろと思ってしてるんじゃなくて、なんか返すのがめんどくさくて返してないだけ。なんか別に会ってもいいけど会わなくてもいいよねみたいな、たまにでよくない私たちみたいな感じだから、なんかギャル、え、紹介、ギャル紹介いく、お連れな。マジでギャルですね。そうやね、マジ現役の JK なので。そう、え、なんか去年の夏休みとか一昨年の夏休み、まあ夏とか休みは結構毎日会ってるみたいな感じで、でまあ今年の夏は全然会えなかったんですけど、あの、え、そう、マジでやばくない？バカ舐められてた。で、なんか何話そうと思ったっけ、ちょっと忘れた。あ、去年の夏とかは多分05世代が免許を取りに行く世代で、でなんかそのもう免許取りに行って、なんかもうマリン任してみたいな、免許取りに行ったらもうレナがどこでも連れて行ったらみたいな。っていう約束を立ててたんですよ。そのなんかレナの一個上の先輩ととか、なんか同い年の子とかで、なんかマジでレナらが頑張って免許取って、その後輩のね、そのマリンとか後輩なんで、なんか免許持ってない子たちをもうどこまででも連れて行ったるみたいな、もう任してみたいな言ってたのに、まだ免許取ってないし、まだ免許取ってないプラスなんか今回兵庫に帰ってなんかドライブ行くってなっても、マリンが迎えに来てくれて、親友が迎えに来てくれて、で今回の夜ご飯行くって言っても迎えに来てくれて、マジでめっちゃおもろい。マジ去年どういうことみたいな。
もう去年約束してたのに去年もうすぐに免許取って、もう誕生日のもう2ヶ月ぐらい前からもう行って、もう誕生日には免許取って、もうなんかどこまででも行ったるからみたいなって言ったのに、もう今今年の夏明けはちょっと迎えに来てもらってるっていうマジでおもろい普通に何この状況って感じマジでさ、なんか時間過ぎるのってマジで早いなって思った本当にね、思いましたね、はい、本当にびっくりしたマジ舐められるよなマジそれな、逆転してる普通に。でも中学からもうどっちが先輩か分からんぐらいの関係なので、まあそれがいいかなみたいなでもだってマジでさ、だってもう去年はなんかまあどこまででもな連れて行ったるでみたいな、ちょっと頑張って取るなみたいな、免許取るなみたいな、でえマジ早く取ってみたいな、もう限りな早く連れて行ってみたいな、任せてみたいな感じだけど、今はごめんなマリーありがとう家まで迎えに来てくれるありがとうとか言ってマジでおもろい、私話迎えに行ったるわみたいな感じでマジでおもろくない、ごめんなマリン今日も来てくれるん何時に迎えに行くなとか言って、マジ逆転すぎてさ、普通に逆転でちょっと申し訳ない、マジごめんなって言ってる確かに企画とかで欲しいな、もう免許マジそれじゃないと取りに行かへん気がするマリンマジでおもろいちょっと残念でした。えマジマリマリマリマジでいいやつ、えマジでいいやつなんですよ私の親友、もう本当にいいやつすぎてマジでいいやつ今日は3人でご飯食べに行ったんですけど、そのもう一人の子とマリンで名古屋来てって言いましたが、まあ、学生なのでまだ、全然会いに来てくれると思う。まあでも学生だからね。昇格したら免許取りに行けるかなって思いますけどね。マジで免許欲しい。ほんまに免許欲しい。けど賞味使わんかなみたいな。マリン迎えに来てくれるしみたいな感じで思ってる。そう沖縄行きます。私も会いにね。マリンに。いやマジなんかマリンに関してはほんまにいいやつすぎて。ガチ多分みんなが思ってるなんかギャルとか言ってるから、なんかまあかきれなのことも舐めてるしみたいな、なんかまあただのギャルっぽい人なんかなみたいな思うけど、マジでいいやつ、なんかかきれなが人生で出会ったトップ3に入るいいやつ、いいやつです、本当にいいやつ、マジこんないいやつに出会ったことないって思ってた、マジっていいやつすぎて、はい、いいやつですうん確かに、いい限りなも学生でおもろい。いや、公演はね、見に来たことある。え、そう、もうお互い、なんか結婚できひんかったら、なんかマリンと同棲、同棲同棲するって決めてるんで、なんか海見えるところがいいよな、みたいな。もう早い早い。そんな話すんの早い。海見えるところか、なんか一旦沖縄行って、でその後海外行って、で日本で海見えるところで落ち着こうかみたいな言ってる。うん、免許も育児資格も欲しい。どっちも欲しすぎる。免許欲しいな、保育士資格欲しいな。マジで欲しい。自分で運転していきたいところないですね。ない。なんやろ、どこやろな。でも多分車の免許持つってなったら地元でしか使わへんと思うからってなってもさ、なんかたまにやん、こっちに帰ってきたとして
行くとこあるんかな、こっちマジ行くとこなさすぎてさ。そうだからあれだなって。エマリンな、ちょっと最近幸せそうやからやばい。普通にレナ将来マリンと二人で暮らすって思ってるのにやばいよ。ワインが嫌いか書いてよね、やめてやめて。いやちょっと兵庫の海は違うんよな、沖縄の海かなんか北の方の海。もうどこでもいいかなって感じ。海外行きたいなとか言ってる、夢語ってる二人で。うん、多分免許取っても多分行かへん、使わへんと思う。かきれな運転できそうじゃない？え、どうなんやろ、運転できるんかな、レナって。なんか分からんねんけど、自分運転できるか。なんかさ、運動神経いい人が運転したらあのうまいみたいな言う。一番最初にハンドル握るときに運動神経がいい人はなんか運転もうまいみたいな。まあ運転はうまくなっていくからあれやけど、一番最初にうまいのは運動神経いい人らしい。でもレナは運動神経いいのか悪いのかわからないから、正味ちっちゃい頃からスポーツしてるだけで、もうその運動神経がいいのかわからない。だからちょっとわかんないので、スマ海浜とかもアウト、全然アウト、全然良くないですよあそこは。全然兵庫はね。でもさ、マリオカートはいた、マリオカートゲームだから。ゲームだからそれあんまり関係ないと思うから頑張る。確かに危ないとかやってそう、普通に。え、だってさ、なんかたまになんかそれマリンとか、そうなんか先輩とかとドライブ行くときに、なんか自分が運転してる感じになって助手席に乗ったりするんですけど、マジで無理。え、こっち曲がっ、このウインカー出してる車がおるけど、その車はより先に行っていいんかな、え、先に行かすんかな、この車、え、もうわからんみたいになってる。自分運転してないのに。想像だけする。多分無理。あの、駐車とかできひんと思う。無理やと思う。普通に。でも、なんか人生で、そう、免許取ってからの車運転人生で、絶対事故はしたくないから、そう、もうかすれるとかも絶対良くないやん。良くないから。そう。いける気がする。免許マジで欲しい。今日さ、家に着いてなんかお父さんがいなくて、でなんか一応家の鍵持って出てねって言われたんですけど、そのなんかまあ弟おるしいっかみたいな、でお父さんも帰ってるから帰ってきてそうな時間に帰るやろうしいっかって思ったら帰ってなくて、でピンポンめっちゃ連続で押して、弟が寝てるかもしれへんからピポ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 みたいな、でなんかなんで鍵持ってないって思うねんけど、名古屋に置いてきちゃって、そうなんかもう帰省するときは誰かと、家族誰かと一緒に行動することが多いから、もう鍵なんかいらんやと思って、で最初はなんか弟の鍵を持って家に出ようと思ったんやけど、なんかめっちゃ複雑なめちゃくちゃ硬いキーホルダーを鍵につけてて、もう取るのに5分ぐらいかかって結局取れずで、だからもうなんか鍵、まあどうせ家の誰かおるやろうしいいやって思って。で帰ってきて、でめっちゃトイレ行きたくて、めっちゃトイレ行きたくて、ピポ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 ンみたいな、もうトイレ行きたくなかったらピンポンピンポンぐらいやったんだけど、ピポ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 ンみたいな。でなんか、え、なんでおらへんと思って、でもなんか家出る時に弟になんか、あ、じゃあ鍵閉めといてなって、今日どこも行かへんこれからって聞いたら行かへんって言うから、なんかあらっきーと思ってピポピポピポ押したのに、なんか、え、なんかシーンみたいな、で、え、なんでと思って携帯に電話かけたんですよ。そしたらなんかシャワーの音聞こえて、え、も
しもし」みたいな「ちょっと家着いたから開けてくれ」みたいな言ったら、なんかあの「今シャワー」みたいな「お風呂入ってる」みたいな「ちょ無理無理無理取り来たね」みたいな言って「ちょっと急いで」みたいな「すぐ出るわ」みたいな言ってポチンって切るじゃん。そしたらさ、なんか「すぐ出るわ」っていうのが、なんかレナはもうなんか、なんていう、もう体とか俯瞰でいいから、もう頭とか泡だらけでもいいからお願いやから来てみたいな感じやったのに、そのね、すぐ出るって普通そうじゃん。やねんけど、多分弟はすぐに頭と体を洗ってすぐにお風呂を済ませるっていう意味だと思ったわけで、いやそんなわけないじゃん。こっちはさ、や大ピンチ、ほんと大ピンチなのにそんでもう一回電話かけて、ちょ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 早く早く早くみたいな。でそしたらもうなんかめっちゃ濡れたあれで来てくれて、マジ感謝。その床とかさ、床とかめっちゃもうびしょびしょになっててさ、ブータロンもなんかもうなんか帰って、ブータロンってめっちゃなんか人が帰ってきたらめっちゃ喜んでくれるから、家族がね、家族が帰ってきたらめっちゃ喜んでくれるから、もうブーちゃんもさ、なんかガリ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 して、痛い痛い痛いみたいな。そう、ちょっとなんか鍵は絶対にいりますね。 いるなって思った、ほんまに。だってなんか高校の帰りとかもなんか超なんていうの、なんか高校でなんかバイトしてた時とかはバイトのカバンに鍵を移し替えて、で次の日学校のカバンに鍵を移し替えるのをよく忘れてて、でなんかもう家に誰もいないみたいな、でなんかあの裏のなんか普通に扉っていうかなんか窓があって、でまあお昼だからさ、その窓開いてるやんか、だから窓に向かってこうこうこうみたいな、でも誰もおらへんからさ、えどうしようみたいな、でもなんかもう寒いしみたいな、冬とかやったら寒いし、で電話かけてもうなんかちょっと今帰られへんみたいな、みんなね、えマジでどうしようみたいな、でなんかもうブーちゃんみたいな、コンコンコンブーちゃん、ここの鍵これこうやってやんねんみたいな一人で言って、ブーちゃんお願いやから開けて、ここ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 みたいな、ジャンプとか言って、絶対無理やのにな、ねえバリちゃんねね、かわいいね、絶対無理やのに、お願いお願い、ここここって言ってジャンプ、短足やのに、短足やしバカやのにさ、それブータロンに頼んで、ブーちゃんジャンプしてここ鍵とか言って、で結局もう長時間待たされるっていう、かわいいねバリニャニャーはバリニャーはいいでちゅりー、かわいいんですよねバリニャ、お腹むけてる。マジさすがにブーちゃん鍵開けるのはちょっと無理でしたね。ジャンプできひんから。最近ブー太郎が太ってきて、なんか食卓っていうか、なんかご飯食べる時の椅子とテーブルがあるんですよ。リビングのど真ん中に。ダイニング的な？え、何？リビングとダイニング、ちょっとよくわからないんですけど。なんかご飯、リビングがあって、そのご飯食べる椅子があるんやけど、まあ、普通の椅子よりちょっと高いぐらいの椅子で、でなんか昔はなんかそこにあの飛び乗って、でレナがご飯食べてる時に、背中にずっとくっついていたはずなのに、なんか体重が増えても、多分ジャンプできひんか体重が増えとんやと思うねんけど、体重が増えてもうなんかジャンプすらしなくなって、なんかもう足かけるだけみたいな、こうやって2足足かけるだけで、なんかもうやばい、ほんまにもうブー太郎焦ってほしい普通に。で今日なんかかきれなが夜ご飯をあげたんですよ、ブーちゃんのあげたんですけど、もうちょっとなんかもうお父さんやったらもう甘いから、ブー太郎にでご飯をいっぱいあげるので、かきれななのでちょっと内緒、気づかないぐらいで、ブーちゃんに気づかないぐらいで少なくして、で食べさせてた。なんかマジブー太郎10秒ぐらいでご飯食べるんですよね、マジ。対策方法、え、なんかさ、時間かけてさ食べるやつとかあるよねああいうの買った方がいいんかなって思うねんけど、マジでやばいえ、マジでブーちゃんほんまにやばい、ブー太郎になりすぎててやばいですね。本当に硬いものか、何やろ、ガムとかかな、凍らせるアイスとかあげてる、それがダメか
あ、そう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 、なんかポコポコしてるやつね。散歩行かなあかんやな、マジで。家の中一生暴れてるけど全然痩せてない。散歩行ってもマジでさ、家の庭から出たこともう出なくて、ゆるっとって、ゆるっていうか、なんか昼でも出えへんから抱っこして、なんか遠い田んぼまで歩いて、なんかちょっと歩いたら田んぼがあるのでその田んぼまで抱っこして歩いて、でその田んぼから家に向かってまた折り返しでブーちゃんを下ろして歩くっていう。帰りはもう帰るって分かってるから歩くんですよ。行きはもう家から離れていくの分かってるから、もうマジで一歩も歩かへんくてね。運動しなほんまにやばい気がする。前髪さ今伸ばしてんねんな、だからちょっと目に入りそうだな。しかもさ、今日レナがご飯あげたんだよな、ブー太郎のあげて、なんかあのお父さんが帰ってきて、帰ってきてなんかブーちゃんの親お菓子、あ、お菓子じゃないわ、ご飯をあげてないとまだレナが思ってて、であげようとしててさ、で、あ、ちょっとご飯あげたってみたいな言ったら、もうブーちゃんがマジでさ、なんかもうなんかもらってませんみたいな感じでお父さんにさ、嬉しい、ご飯ご飯ご飯の時間だみたいなやってて、マジであいつやばい、青犬です。ブー太郎は本犬で、なんか、あー、じゃあもう明日の朝ごはんやなこれはみたいな、もうブーちゃんそんな顔するなよみたいな、お父さんに怒られてて、もらってないと思うやんみたいな言われてて、めっちゃ初言ってなってたあげたみたいな言ったら、やったー2回もごはんもらえるみたいな感じで思ってたっぽくて、ちょっとおバカでした、バレた、危ない危ない、マジで危ない衝撃ってましたね、ブー太郎いや、そっくりやん、似てるやん、どういうこと全然でしょ、全然全然、そうやね、そこがな、そこがマジで可愛いねん。でも、もう喜んでるところが、かわいい、バニーにゃー、なんてブサイクな顔してるの君え、もうバニーちゃんが、バニーちゃんって寝るとき白目向くんですよ、もうそれがブサイクすぎて可愛い、もうエイリアンみたいな感じで可愛いんだよね、その白目がそう、もらってないふりすんねん、ほんまに。そうそうそう、そう、なんか申し訳なさとか一個も感じさせへん感じでご飯を求めてて、マジでエイリアンで、ほんまにバリニャン、バリニャンって結構エイリアンで、そうなんですよ、めっちゃ白目向いてる、ずっと白目向いてる、にゃなに、うん、かわいい、痛い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 、もうほらほらほら、お腹はあかんらしい、痛っ頑張りました、ママはそうです、まだ帰ってきてないでーすタイ、タイにいる、タイ、あ、頭はね喜ぶけど、そうだねー、怒ったヒョウです、今まーり、ブタロー全然起きてる、すごいしっかりいいよー、半袖、半袖です、嘘嘘かわいい、マリニョンかわいいね、ちょ、マジこのさ、かわいさを見せたい、おいで、
ブー太郎は階段登れません。ブーちゃん階段登れないので。そう、2階の寝るときは2階で一緒に寝るんですけど、ほんまに階段も上がれへんから抱っこしてケージに入れておやすみみたいな。でもケージに入れてなんかずっと吠えてる、うんワンワンみたいな。でも上に早く上がろうって、かわいいかわいい、何君何でちょうだい、痛いよ。おいで、おいで。あ、バレた、来たって言ったのバレた。おいで来たにゃーん、かわいいにゃーん。見て、こうお腹に乗ってるんですよね、かわいいね。やばくね、ちょっと映せへんねんけど、ちょっと、うん、かわいい。くっ、うっ、かわいくな、かわいいでしょ、バリニャ。逃げました、逃げられた、しつこいって感じで逃げられましたね階段降りることもできないですね、ブー太郎もう大きすぎて。キャワーだよね。バリは一番毛が抜けないかな、うん。もうちゃことリー君も抜けるし、ブータロも抜けるねえ、全然バリニャンはめっちゃちっちゃいです。子猫ぐらいちっちゃい、子猫は言い過ぎかけど、なんか3、4ヶ月で成長止まった。結構そっからね、大きくなってないですね。だからちっちゃめのベンガルちゃんですね。いや、ベンガルってなんか細い子多い気がする。もう一匹前に飼ってたベンガルはめっちゃ大きかった。もうブーちゃんぐらい大きかったそれは言い過ぎかもやけど、マジめっちゃ大きくてんで、おばあちゃん家でもベンガル一匹いるんですけど、その子は細い、細いですね、細身強い、バリちゃんかな。バリがやっぱ一番強いかも。強いっていうか、なんかちょっかい、なんか喧嘩の発端はには絶対いる、バリがバリニャンが。そう、お母さんがベンガル好きで、お母さんがベンガル好きですね。ベンガルとかロシアンブルーかな。リー君もロシアンブルー2匹目なんですよえ、ベンガルはマジでやばい、もうなんかトラ、普通に普通に頭もめっちゃいいし、もうなんか怖い。なんかね、小学校の時にもう亡くなっちゃったベンガルちゃんなんですけど、なんかその子が一番大きくて、でもうなんかボスみたいな、もう犬猫のボスみたいな感じで、で大型犬もまだ生きてて、その大型犬となんかツートップみたいな柿本家の動物ツートップみたいな感じで、そのめっちゃもう太ってんねんけど、まあ、多分甘やかしてるお母さんがのベンガルと、なんかがなんか小学校の頃になんか追いかけられたんですよ、カギレナが普通になんかじゃれて追いかけられて、でちょっと子供ながら必死に逃げて、そしたらその日の夜にめっちゃくちゃ怖い、めっちゃ怖い顔して夢に出てきて追いかけられたそのベンガルに、めっちゃ大きいベンガルに。そう、飼ってる猫ですよ、自分のね、家族
家族の猫に夢の中でめっちゃ怖い顔して追いかけられたっていう夢を見て、もうなんかちょっとだけ嫌いになったその時まあけどなんかじゃれて追いかけられててよくそうマジでよくない追いかけられてさ、普通に笑った。え、追いかけられた夢みたいな。しかもさ、なんか追いかけられ、あ、I love you、 come on、 なんか追いかけられるのはいいとして、なんかあの怖い顔に表現したねんな、夢の中で。怖い顔にそのなんか階段のところをあの見たんですよ。あの階段のところをレナが階段の下からその階段の折り曲がりのところを見たら、なんかその折り目のところから猫の顔がヒュッて出てきて、その時は普通やったねんけど、急になんか鬼みたいな顔にその飼ってる猫がね、豹変して夢の中で、で追いかけられたっていうめっちゃ怖い夢を見ました。やばい、びっくりした、ほんまにマジやばいね。そう、嫌いになってるのもよくない、夢見て嫌いになってるマジ怖い怖い怖い、怖かった。そう、まあ、全然ね仲良しだったんですけど、仲良しみたいに言ったら猫と同レベルみたいになっちゃうけどあー眠いよマジ大変、毎日生きるの大変なんかさ、バブルの返信になんかかきれなが大学行ってて心配みたいなそらそうかってなってるんけどさ、全然大学生やから全然さ心配なことではないやん。そうね、普通だったらね、普通だったら心配なことではないんですけど、そう、心配とか明日公演じゃないですけど、私やめて、もうそういうのマジで焦るからさ、ほんまにもうやめてやめて、そういうのマジで焦るってもう結構ね、結構大変なんで今ちょっと覚えることも多いしさ、大学に限らず同時進行でやらなあかんからさ、全然兵庫におるけど同時進行っていう大学行ってて心配と、あと大学行ってるから卒業しそうみたいな言われてさ、大学先に卒業したよ、そんなめちゃくちゃめちゃくちゃ全然寝てる、話聞かず全然寝てます。え、明日って公演ないよね。ないないない、さすがに、さすがになくて安心ないですよね。え、でもなんか最近の習慣っていうか、なんかなんかなんで5時に起きてんのみたいな、朝起きてんのって言われるんですけど、なんか12時とかまでやって、んでその後寝るんですよ。その後3時とかまで寝ちゃってって感じ、そういう感じですねこれはね、性格めね、マジだねね、来週まで8年行く。S コインのアンダーいつ出れそうですか。え、なんかマジさ、最近めっちゃ聞かれんねんな、 S のアンダーとかさ、いつ出るんみたいな。出てほしいとかは分かんねんけど、なんかいつ出るかさ、もし分かってたとしてもさ、何月何日に S コイン出ますなんか言うわけないしさ言うわけないし、なんかそのなんていうん、 S のアンダーとりあえず決まりましたとかも言うわけないのにさ、言ってもらえると思ってコメントしてるんですかって感じなんやけどごめん、なんかこんなん、え、なんかめっちゃ思うねんな、それ言うわけないよねって感じやし全然って思ったんやねんキレナで無理マジだって思ってたねんこれ
だってさ言うわけないやんそんな決まっててもねえ。そうなんか出てほしいなとかさ、なんか何月中に出てほしいなとか、別にそういうのはさいいよ、もうなんか頑張るねって思うから、こっちだって出たいって言ってるねんからさ。やめよこのマインド。このマインドやめよう。いや別に聞かれるのはいいんですけど、そうなんか言えるわけがないから。なんか言えへんけどいいんですかっていうね感じですよね、なんか。ほんまになんかさ、毎回さ毎回なんかあのもういつですかみたいな。言えないよ。言えないに決まってるでしょでも思うんですよね。はい、でもいつかはさ出るから、はい、楽しみにね待っててもらってっていうのを毎回言ってるから、ちょっとなと思って。そうそうそう、なんか発表されるまで待っててくださいって感じ。え、全然さなんか楽しみとか言ってもらっていいんですけど、なんか楽しみにすんなとか言わ、そんなんさすがに言わへんけど、そうちょっと言えへんよなとか思って。マジおもろい、普通に綺麗なでおもろい。そうそうそう、ちょっとごめんなさいね。いやいや、口がたいとかなくてさ、口柔らかい人でも言わんわ。ちょっと怪しいからってことかな、限りなが。いつかね、いつか。楽しみ、いや、それくらい楽しみなのはちょっとわかるんですけど、出る予定あったらね出ると思うので、その時まで楽しみにね、はい、お願いします。死ぬ、おやすみなさーい。キレの、キレの、さよなら、おやすみ、おやすみ。日程決まってからな、じゃあ匂わすな、この日出るかもみたいな感じで。全然楽しみに思ってないやん。おやすみー、鼻に見そう。課題はやります、はい、おやすみやだ、さよなら。バイバーイ、サービス、バイバーイ、おやすみー。似合わせてないけど。